小園選手、はい、すいません、ご飯食べてるところ、はい、なんか質問来てて、はい、緊張ほぐす方法ありますか？緊張ほぐす方法はあれ、試合の時は成功するイメージを自分の頭でします。すごい、緊張する。え、緊張しますか？じゃあそれでもします。それでもします。でもまあちょっとマシになります。なるほど。じゃあもう一つ質問いいですか？はい、今ご飯食べてるんで、はい、好きなご飯のお供教えてください。お肉です。お肉、はい、はい、じゃあ、 塩タンは食べられたってことで塩タン食べれました。よかったです。じゃあまた伺います。ありがとうございます。はい、杉野選手です